今日の根室の羅臼漁港です。漁師たちは詳しい情報がないなどと不安を語ります。うちら何も分かんないんだよね。もう一切何も知らされてないし、聞いたばかりだからさ、どういう風になってんだか分かんないしね。コメントするだけのまだ全然情報も分かってないから。北方領土周辺での日本漁船の安全操業は毎年日本側がロシア関係機関に協力金を払う形でスケソウダラやホッケ、タコなどの漁を行っています。羅臼漁協では9月から12隻程度が安全操業の枠組みでホッケ刺し網漁を予定していました。本当報道で知っただけで戸惑ってます。出たいんですよ本来。ただこういう状況下になってるんで、本人たちもちょっと危機感があって、ただ貝殻が決まったということでね、なんとかいけるんじゃねえかという思いは浜は持ってたんでね。ロシア側は安全操業協定の履行を中断する理由について、昨日日本側が協定に基づく支払いを凍結したと発表しました。ロシアのウクライナ侵攻を受け、日本がロシアに取った制裁の影響が出たとみられます。このような形で一方的に協定の履行停止を発表したことは遺憾であります。日本側として政府はロシア側と協議を続けると説明しています。日露の漁業協定をめぐっては、北方領土の貝殻島周辺で行う昆布漁について3日交渉が妥結していて、今月中旬以降に出漁する見通しです。